河北型の夏の夕暮れ、日が沈み薄暗くなった頃、突然目を疑うような驚きの行動が見られます。ツバメのねぐら入りです。その数3万羽とも5万羽とも言われています。遥か東南アジアからやってきたツバメたちは、民家の軒先などで巣を作り、子育てを始めます。7月から8月になると、昼間は巣の近くで過ごし、夜はこのようなヨシ原で、集団で寝泊まりを繰り返すようになります。今年も、この珍しい光景を見ようと、地元野鳥の会によるメンバー、約60名が集まり観察会が開かれました。今年の観察会について主催者は、その日の天候によってかなり暗くなってからわっと現れることもあります。だいたい7時5分ぐらい前から、で7時10分には終わってしまいます。かなり短いです。結構集まりますね。集まります、去年と比べていかがですかね。似たようなもんですかね。去年はここじゃなかったんですけど、はい、位置が変わるっていうのは 何なんですかね。気象条件があるのかなと思いますね。あ、他もありますね。例えばどこですか。京都の宇治川とか奈良の平城宮、あと、あと東京は多摩川とか。これ何やってるんですか。ツバメが飛んでくるのを双眼鏡ない人は見れるよ。ツバメが来たらみんな写真を撮りたくなったら、あのスマホやらデジカメ、絶対にライトを光らせないように設定してください。つけてる足輪は20分の1グラムです。でもやっぱり、まあ、腕時計つけるよりはちょっと重いかもしれない。上空では分かりにくいんですけど、もし群れが出てきたら、横を見てるときに白い同じやつが飛んでたら、ツバメのアルビノ、発火個体がいます。あの、昨日、おとといか下見してるときにはいました。はい、あのあれですね、空中で餌を渡してるね。白いツバメが混じってるようです。皆さん探してみて。白いツバメだって、まあ、まあ見つかんないと思うけど。新しい発見あったら教えて。まだまだよ、7時ちょっと前がもっと増えますよ。今何時、5分前。あ、すごいすごいすごい、あーこさんよ。あれ上と下流れてるやつ、すごいね、見えないけど、あーこれね、これは何でも違う。うわぁ、強烈。いやぁ、まだ上に倒れてね。あぁ、ほら、このやつやめたんじゃないかな、ひょっとしたら。あぁ、全然切ったかもしれないな。お客さん多いからね。歓迎してくれるから。あぁ、まだ行こう。うわぁ、いっぱい入ってる。真上。おぉ、ほんとに。向こうすごいの。母さんたちの方で見る。あってますね。ありがとう。ほんの数分前までけたたましい勢いで飛んでいたツバメたちも、今は嘘のように静かになりました。なぜツバメは集団でねぐらを形成するのでしょうか。詳しいことはよく分かっていませんが、ヘビやタカ、カラスなどから身を守るためとか、餌のいる情報を交換しているという興味深い説もあります。住宅街に近い河北型のヨシ原はツバメたちにとってとても居心地の良いお宿のようです。そして日本野鳥の会では大群で頭越しに飛び交う様は驚きで、全国でも珍しい大規模なねぐらと言えますと話していました。肌寒くなる秋口には日本から旅立っていきます。若鳥にとっては初めての長旅です。春になったらまた元気な姿を見せてくれることを祈りつつ、ねぐらを後にしました。